南鎌倉へは、東京から横須賀線で約1時間。禅寺の集まる北鎌倉、武家の都八幡宮のある鎌倉駅。そこから、人気の江ノ島電鉄に乗り、大仏の果て、サーファーの憧れ、様々な映画の舞台にもなった、七里ヶ浜を抜け、江ノ島につながります。皆さん、こんにちは。鎌倉に住んでいる、招き猫の、ミケです。今回ご紹介するお寺は、鎌倉五山第四位、花の寺、浄智寺です。早速、訪れてみましょう。浄智寺へは、JR 横須賀線、北鎌倉駅から線路沿いに、歩いて6分。北鎌倉駅西口を出て、鎌倉街道を左手に曲がります。鎌倉街道を小袋坂方向へ進み、東慶寺の前を通り過ぎ、踏切の手前、七福神の看板を右に入ります。浄智寺は鎌倉七福神の布袋様が祀られています。ここが浄智寺の入り口です。浄智寺の入り口には鎌倉で伝説が残る銃の井戸、鎌倉実製の一つ甘露の井があります。この井戸の水は蜜のように甘く、不老不死の効能があると言われていました。現在は道路工事の影響で水脈を傷めてしまったことから、水の出が悪くなり、残念ながら飲み水としては適しません。しかし、境内の井戸で同じ清水がいただけます。鎌倉実製とは、鎌倉は古来より水に恵まれない土地であったため、質の良い水が湧き出す井戸は貴重な水源でした。実製とは、水質もよく美味で、伝説や言われが残る代表的な10本の井戸のことです。江戸時代に鎌倉遊覧が盛んになり、名所旧跡を数を使って紹介したのが始まりです。山門をくぐり、階段を登って行きましょう。鐘楼門へ向かう石段は、鎌倉石と言われる比較的柔らかい、溶解質砂岩の石段です。すり減った様が、いかにも古都鎌倉らしい佇まいです。この石段の両脇には、4月には、シャガの見事な群生が見られます。石段を登り切ると、浄智寺の境内です。浄智寺は、臨済宗円覚寺派、山号は、金峰山。鎌倉五山第四位のお寺です。八大執権、北条、時宗、の弟、宗政、を弔うため1281年、弘安4年、宗政、の、子で十大執権の諸時、ら、が創建しました。普通お寺を開く時のお坊さんは一人ですが、浄智寺は、開山に、後悔、というお坊さんが招かれましたが、師匠の大久少年と、
発端不姉さんに譲ったことで、開山が3人いる珍しいお寺です。室町時代には法城、書院、主要な建物や多くの塔頭があり、かつては大きなお寺でした。さて、後ろに見えるのは鐘楼門です。2階に梵鐘があり、下が門になっています。このような門は、鎌倉では上智寺のものが唯一です。唐様式で、2階の窓が花頭窓と言われる特徴的な形をしています。上智寺のシンボルです。この鐘楼で、2020年の大晦日から2021年の新年にかけて、除夜の鐘のインターネットでのライブ配信が行われました。鎌倉のお寺ではほぼ唯一で、なかなか先進的です。鐘楼門の下をくぐって行きます。鐘楼門を入って右手に大きな白芯の木があります。白芯は日本では伊吹と呼ばれます。成長が遅いのですが、巨木になるため長い間自分と向き合って大きくなっていくという意味で、禅の道を象徴すると言われています。上智寺の白芯は鎌倉市天然記念物に指定されています。鐘楼門を入ってすぐに本堂があります。曇元殿と呼ばれる仏殿です。ご本尊は木造三世仏座像、室町時代作の県指定の重要文化財です。左から阿弥陀、釈迦、弥勒、で、過去、現在、未来の時を象徴しています。衣の裾を台座に長く垂らした様式で、鎌倉仏の特徴をよく表しています。また、曇元殿の後ろ側には、鎌倉33観音霊の一つ、観音菩薩像も祀られています。12月中旬から2月上旬に、本堂脇に、老梅の花が咲きます。老梅は、老細工のような黄色い花を咲かせる、中国原産の落葉低木です。古来中国では、梅、水仙、椿と共に、雪中の鹿、として尊ばれていました。江戸時代初期に日本へ渡来し、新春に他の花木に先駆けて咲く香りの良い花が愛され、生け花や茶花、庭木として利用されてきました。本堂横の石像近くに比較的大きな木が2株あります。参道は本堂の左脇を回るように続きます。中庭には書院があります。大正13年に建てられたかやぶきの建物です。ここは様々な花が植栽されており、趣のあるかやぶきの建物と四季を通してその移ろいを楽しめます。3月中旬から3月下旬には三つ又が咲きます。和紙の原料となります。客殿と曇元殿を結ぶ回廊沿いに咲きます。6月下旬から8月上旬には桔梗、秋の七草なので季節感を誤りがちですが、夏に花盛りを迎えます。上智寺の中庭のものが涼感では鎌倉随一です。10月は襲名菊。上智寺では、中庭に赤紫の八重咲きが、栗前には白花の一重があります。
まっすぐ行くと墓地です。右回りで進みます。趣のある竹林のトンネルを抜けます。竹林を抜けたところにあるこの井戸は、甘露の井と同じ清水が飲めるそうです。井戸を通り過ぎた突き当たりの崖には、櫓があります。櫓は、柔らかい鎌倉石の山を掘った祠です。当時の僧侶が修行に使用したり、また地位の高い人のお墓などとして使用されていました。平地が少ない鎌倉の特徴的な遺跡です。6月には、櫓や墓地の岩外に軽和タバコの群生が見られます。小さな紫色の星形の花をつけ、いかにも鎌倉らしい花です。書院と崖の間の細い道を行きます。鎌倉の宿の雰囲気がいいですね。岩崖に掘られたトンネルを通ります。ちょっとワクワクします。トンネルを抜けると、布袋様への案内に沿って進みます。布袋尊です。上智寺には、鎌倉七福神の一つである布袋尊が祀られています。福徳円満の御利益があると言われます。お腹を撫でると元気がもらえると言われています。多くの人々に撫でられたお腹はとてもツルツルとしています。階段を降りて、左手が出口です。門の横に、多七岩、別名、彼岸桜の名木があります。樹齢は120年もあり、神奈川の名木百選にも選ばれている桜の木です。特徴的な鐘楼門や、様々な季節の花が楽しめる中庭、櫓の岩崖など変化に富んで、とっても楽しいお寺でしたね。あなたも、ぜひ訪れてみてください。では、また、次のお寺でお会いしましょう。